Simmons. 801. It's been a long time. Not long enough. I see you still like to play games. <laughs> Old habits. Besides, a phone call can be so impersonal. What is it you want? I received some very interesting intel on you, Miss Wong. Intel that will greatly influence your future. Curious? Not in the slightest. I'm just here to find out what you're up to. Then, by all means, proceed. So you know, level four requires a handprint for access. I've made sure you'll be recognized. You've got my prints on file. You're not playing around, are you? Oh, I've got much more. See what hiding. はい、こんにちはブルフォースです本日も b i o h a リス6 やりながら人生相談乗ってまいりましょういよいよエイダ編スタートですね見ました皆さんあの映像ねこの服どこに仕込んでたのも着なくてよかったのにねあらられもね生まれたフワーな姿で、えー、お目覚めのエイダちゃんでございますが早速潜入ミッションスタートというところですね はいえっと、まあそれはいいんですけど、まあ、人生相談はこれまで乗ってきてたんですけど、まあ、前回の j ェイク編のチャプター5の終わりから、えっと、終わりというか、えっと、まあチャプター5からですねもう相談が尽きたというところだったんで、まあ、普通に実況をまあ今しているという感じなんですけど、まあね、もう皆さん、ね、もうやり尽くしているというか見尽くしていると思うんで。ウェイね のんびりね、雑談でもしながらね、やっていこうかなと思いますけど、僕ね、このチャプター1のね、ここ、ほんと嫌いなんですよね。なんでかっていうと、スニーキングが苦手だからっていうね。まあ、とりあえず、まあ、ちょっとサービスショットをお見せしようと思うんですけど、見れるかなあー、微妙だね、微妙、微妙だね。うん。見えたよで見えないですよね。で、これさ、ノーブラじゃねって思うんだけど、ヌーブラなのかなうん。あ、えばや、や,やば、えば、ばない、バレてない、バレてない。よし、いけ。 攻撃が派手すぎる <laughs>。バレたんじゃね,バレ,てねバレてない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 ,ーてないあーなんかちょっと右と左が逆になった。若干操作しにくくなってる。まあまあまあ、いやいやいや。はい。まあ、ここバレるとね、なんか敵がね、うようようよくうよるからね、そこ大変なんだけど、はい、まあまあ、じわりじわりていきましょうか。ね。で、今日はな、なんかね、何喋ろうかなーとかって思ってたんですけど、うん。 こいいつ振り向いたりしなないよね大丈夫かなオッケー、うん、何喋ろっかなみたいな感じで思ってたんですがあのちょっと前になるんですけどねちょっと前になるんですけどあの何、ー、て言ったらいいんだろうなあのー、えっ、ー、とまあ娘がですね2月に誕生日を迎えましてまあ晴れて1歳になったんですよで1歳になって「ああやった」みたいなあふうに思ってたんですけどでそのお祝いで。 まあ、ディズニーランドとディズニーシーに、まあ、1泊2日で行ってきましたでその時にあのバケーションパッケージってご存知ですかね通称バケパって呼ばれているものでなんかあのどっかのランドホテルとかあのその、えっと、ディズニーホテル系とか、まあ、あの定型ホテルパートナーホテルかなに泊まれますとか、まあ、それからあとなんだろう、えっとまあ、なんかフリードリンク券 あのなんかドリンクなんでも飲み放題とかそれからポップコーンの,そのバケパード限定の人しかもらえない,い,いものがもらえますとかそれからなんかアトラクション利用券って今なんか、ね、人気のアトラクションってスタンバイパス取らないとその並べないみたいなのあるじゃないですかもうそれどころか,もうなんかあの乗れるし確,確定で乗ることができるしその、まあ、あのど,どれ頼むかによってランドでいくつーでいくつみたいな決まってるんですけど。うん あのまあ、それがあってちょっとこれも多分死にます <laughs> 予言しとく死ぬこれはまあそれはいいや、うん、っていうのがあるんですけどあのそれであの、まあ、ほぼファストパスみたいな感じで乗ることができるものがあったんですけどまあねあのもともとその僕が一番仲のいい友達っていうのが。 今の奥さんにプロポーズをする際に取、まあ、ったっていうのがそのバケパーだ一体バケパーだったっていうのがあるんですけど、まあ、それを聞いてたんで、まあ、すごいいいなと思ってさあの、まあ、嫁さんに、まあ、年末ちょっとね大きいボーナスも出たんではいやっぱりもう予想通りっていう結果になったんですけどねはい頑張ってやり直しますうん頑張ってやり直しますこれどう,うなんか腕がもうすごいのバルタン星人いっぱい配置制してるみたいな感じだよね まあそれはいいやとしてですね、えっと、なんだろう、うん、で、まあ、ランドホテルに泊まりますでそれから、えっと、ラン東京ランドホテルに泊まりますでえっとアトラクション利用券使って、まあ、ちょっといい。 なんていうかね、みんなが並んでいる中で、まあ、みんなが並んでいるって言ってもマンボウの時期だったんで、まあ、せいぜい2 3 0分とかしか並ばないで済むんですけどでもなんかやっぱ優越感ありますよねみんなが2 3 0分並んでいる中「<laughs> インディ・ジョーンズ」とかはすごかったんですけどみんながねこうわーって列並んでいる中で僕ただただ無,無言で歩いてたらもう気づいたら「私はパコです!」のところまでたどり着けてたっていうね <laughs> そんな感じだったんで。 いやー、あー面白いなあと思って。あと、あの、ただ、まあ、ちょっと残、残念じゃないけど、そのランドとかシーとかって、そのアトラクションで並んでるところ。に、なんか、いろいろ、そのモニュメントとか、あの、ね、ある、あるじゃないですか。そういうのがあって、いろいろと見れるっていうのがやっぱ、並んでる時の楽しみ、どう、どう、どういう展開。どうなったの、これ。ね。まあ、いいや。あの。 楽しみだったりすするんですけど、まあ、それを、ね、いろいろと省略してあの行ったっていうのはあったんで、まあ、ちょっとじっくりね写真撮ったりとかあのムービー撮ったりとかっていうのはできなかったんですけどね、まあ、あとはあカチャ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 あとはそうですねまあ多分3月の中旬くらいには、まあ、この「エイダ編」が終わってからにはなるんですけど一応あのその。 まあ娘は当然映さないですけどね、まあ、の全体の何て言ったらいいんだろう、まあ、ランドとシーでこんな風に遊んできましたみたいなちょっとダイジェストムービーはお届けができたらなと思ってるんで、まあ、もし、ね、そういうの興味ある方がいらっしゃったらぜひ見てもらえたらなと思ってます、うん、そのところかなあのランドすごかったランドホテルがすごかったあのランドホテルね 最9階建ての9階のしかも角部屋だったんで、まあ、角部屋だったからちょっとねパークを見るのは一部、えー、とスペース・マウンテンの屋根とかあのモンスターズ・インクの屋根とかくらいしか見えなかったんですけどなんか真下見るとその夏場にはオープンしているようなプールとかが見えたりとか、はあ、そんな感じでしたね。うん もうね、まともに戦うのを放棄してねただただダッシュしたっていう <laughs> ちょっと卑怯者みたいになってるけどまあそのくらいしてもいいよね、あのー、ちょっとねイダ編の辛いところがねなんかあの2人プレコーププレイしてるとな,なんて言ったらあいつ、えー、となんかエージェントっていう謎の存在がいるんですけどエージェントもなんだろう あのドア開いたりとかできないんですよね結局エイダがいないとできないっていうしかもあのほらフックショットで移動できるじゃないですかエイダってフックショットで移動されるとコープで入っているキャラ自動でそっちにあの誘導されるからなんか単独行動が100%できないっていうつらさもあったりするんですよねまあそんなところがあって、まあ、でも結構面白いですけどね、うん、でもなんか死んだときは大した声を上げないみたいなねおもいよねあ非常ビルさあ また苦手なスリーキングミッションがスタートですよ。たら。うまくいけるかな。まあ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 。まあ、なんとかなるっしょ。<laughs> 人生なんとかなるっしょで切り抜けてこれますからね、意外とね、はい。<coughs> でも、映画編は。本当久々なんで、どういうあれだったのか。とか、全然覚えてないですね。ただ、なんか、とりあえず、後半の方になると。結構。 なんて言ったらいいんだろうあの,迷路迷路あの,こ,のこのチャプターの後半ね迷路みたいになってたからどこでどういったらいいのかっていうのが全然分かんないっていうね多分だから迷いますしかもあの僕の苦手な謎解きがあるんでそれが果たしてクリアできるのかそれのクリアできるかできないか次第でそこで区切るかあのもうちょっと先に進むかっていうのが決まっていくと思いますんではいところであいつ全然後ろ向かない今かな行けよし 非常ベルを鳴らさなければ OK ってところ、非常ベルでもこれ鳴っちゃったらどうなるんだろうね。うん。ううとこですね。まあ、でも、ね、今、2月の終わりに差し掛かってますけど、んなんか。 大阪の方とかね緊急事態出す出さないみたいな話とかも出てましたけど結局ねなんか病床使用率40%超えたとかなんかそうそうあのコ,ロコロナの話であれなんですけど誰だったかななんか誰かが挙げてるのを見たんですけどあったあった。 PCR コロナ陽性死者数っていうのが、まあ、人口別の,その,はあの死亡率っていうのがあってこれ全年齢で0.01%なんですよねだから1万人に1人死んでるっていうような計算になるのかな,なかあの単純計算するとですよでこれっていうのがあの、まあ、ど,どういう確率なのかって結構出てるのが面白くって例えばなんですけどあのー。<laughs> 初恋の人と結婚する確率っていうのが1%つまり100人に1人はいるっていうことなんですよねうわー出たここか多分ここを速やかにクリアすることができるかそうじゃないかでこのパートの長さと続きどうするかっていうのが決まります <laughs> これなんかいまだによく分かってないんだよな、うん、そうそうとか実はねこれ0.0 1>, 01 1万人に1人って言ったけどあの東大に合格できる確率0.12%とかって出てるんですよ、つまり1000人に1.2、えー、人,人、1万人だったら12人合格できるっていうのは東大に確合格する確率の方がコロナで死んでしまうっていうよりも高いっていうね。うん だからそのコロナで亡くなった方のことをチクチク言うとかそういうあれじゃなくってそうじゃなくってそのなんだろうなインフルエンザとかにかかる方がよっぽどきついんですよなんですけどなんか必要以上にマスメディアとかが中心になって煽ったりをするんであの日本の経済が停滞したりとか,なんか我々もいらない気苦労ストレスっていうのをこう味わってしまうような状況にあるっていうのが今、そういうところなんですよね。だから 何て言ったらいいんだろうな要は情報操作をされてるんで気にしたらいけないですよっていうところなんですよね、まあ、あの全く気にするなっていうわけじゃなくて、うん、なんやっぱりあの実際の数値で判断する力っていうのをきちんと身につけておかないとそれに振り回されてしまうことになるんでそれは気をつけた方がいいよっていう話ですね。かヘビー人 鳥魚がいるのかな多分魚で合わせりゃいいんだろうけど、うん、なんかいまいちこれ本当よく分かってないすいませんねちょっとだら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 やってますけどまあまあ,あのご愛嬌ということであの暇つぶし、まあ、ラジオ感覚でねぜひ聞いてもらえたらなと思いますけどねはいねコロナもねどうなっていくのかというところですけどね本当、うん、まあでも 一旦ね、まあ冬はやっぱりそのね、いろんな病気とかっていうのが、あの流行る時期にはなりますから、そういう意味でいくと、夏にかけてちょっと収束するのかなとは思うんですけど、ね、まあ、だから収束してもらわないと困りますからね、本当に。今、なんかもうずっとマスクの生活とかやってらんないんで、あと、なんか政府バカ、バカだよねって思ったのが一個あって、あの、なんか歳、え、2歳児以上はマスク着用義務化した方が、義務化というかジャス、じゃ、 着用しろよみたいなこと言い始めてるっていうのを聞いたんですけどあのさ2歳の子がまずそもそも言うこと聞いてマスクつけるかって言ったら絶対取っちゃうんです一い、うん絶対取っちゃうと思うんですよでプラスアルファであのな、ー、んだろう窒息酸欠でその死亡リスクが高まるこっちの方が怖いああね だからねまさにその子育てをしたことがない方々の世代ですからその今の60とか70とか80とかねまあいわゆる専業主婦で全然十分い、ね、生活することができてた時代なわけですからね今はもう共働きじゃないときついっていうねじ時代になっちゃってますけどうん,んかね子育てをしたことがある方だったらそのまあ僕はまだ1歳のね 子供なんでこれから2歳3歳のそのイヤイヤ期を迎えたらどれだけ大変なことになるのかっていうのはあくまで想像の範疇を超えないわけですけど、まあ、それでも今の1歳まあ1歳なんか当たり前なんですけど言うことなんか聞きゃしねえわっていう話で <laughs>、ね、う気づいたらあの床一面にいろいろなものをぶちまけられてるっていうねあのティッシュやらなんかあのメモ帳とか鉛筆とかいろいろね、まあ、ちょっと鋭利なものは 口に含まれたら危ないですぐ拾ったりはしますけどもうね、からつけるの、ね、その寝静まってからじゃないといけないくらいもう諦めてるっていう状況なんですけどね。うん。えー、っていうようなところなんで2歳の子なんかがマスクするわけじゃないでしかもそもそもその子たちに合うようなサイズのマスクって一般的には売られてないから結局作らなきゃいけないとかっていうのがあるんですよね。うん。えー、まあそれはそうだなそれはそうだな。でもヘビで作ってもダメ。 結局どこで何をどうしたらいいのかっていうのがさっぱりわからんこっきりですね、うん。じゃあ次ちょっと人で試してみようか。なんかあのギリギリね、あの、しびれたわーってなってもダメージはあの食らわない範囲なんでちょっといろいろ試してみようかなと思います。<laughs> ごめんなさいね。本当にあのあの多分見る人が見たらあのこんなのでつまずいてるなんてみたいな風に思われるかもしれないですけどね。なんかね。 あの、頭が冴えてる時ときと、そうじゃないときの差ってやっぱ結構あると思うんですよね。これ今全然頭冴えてないときなんで、うん、ダメだね。わわわ、楽しい楽しいから、いいでしょう。<laughs> うん。ごめんなさい。うん。ま、あの、実は、あの、ちょっとずつね、あの、 次どうううしようかなっていうのを考え始めてます。だいいたまあ平均すると1 6七7パートくらいがその一つのチャプターっていうか一つの一人の主人公を終わるの、えー、やるのに今かかっているっていうところなんでまあこれも大体3月の1週目2週目くらいかなまあ1週目くらいかなには映画編も終わるかと思うんですけど、まあ、ちょっとサービスカットねうん。 C、C の70くらいかな。うん。まあ、それはいいや。うん。あ、でもそっか、ブラしてなくてこれだったら、D の65くらいあんのかな。うん。まあ、それはいいや。そうそう。ねえ、っていうところなんで、まあ、多分次はその、まあ、ちょっとディズニーランドのダイジェストムービーを挟んで、 音声がね、ちょっとバランスがうまく取れるかっていう心配はあるんですけど、うまくできそうだったら、ちょっとバイオ4を普通にプレイしたいなと思ってます。あのー、一回ちょっと試しで撮ってみたことがあって、本当は4やって5やって6やろうと思ってたんですけど、4がなんか音声のその調整点が5と、あ6と違って全然できなくて、 でしかも5がなんかそもそも起動しないっていろいろ調べてなんかやってみたんですけどどうやらなんか対応機種じゃないみたいですよ使ってるパソコンっていうのがだから残念ながらもういいやと思って諦めてっていうのがあって。うん だからまあなんかパソコン買い替えた時にたまたまできたらいいかなくらい、ラッキーくらいな感じで思ってやってるんですけど、だからまあ6からさ早速始めたっていうところがあって、なんでまあ一旦ね4をまた普通にまあ実況プレイみたいなものをして、まあそっから先また別のゲームやるのか、なんかちょっと違うことをやり始めてみるのかっていうのをまあちょっと趣味がてらやってみようかなと思いますけどね。 まあでもね、もう間もなく2年半か毎日投稿を始めてね、えー、っていうところもあるんで、そろそろ1000人のちゃうなチャンネル登録者数ね、まあ全然価値提供できてないからお前のチャンネル伸びねえんだよって言われたらもうそれまでなんですけど、まあでもやっぱりちょっとしたお小遣いは欲しいっすよね。なので、まあぜひね、あのー、応援したいと思っていただける方がいらっしゃれば、 今、ロックも開きましたね。ようやく開いた。<laughs> 本当に申し訳ない。時間かかった、ね。チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。ということでね、えー、本パート以上とさせていただきます。もう20分超えたんでね。はい。じゃあまた次回お会いしましょう。バイバイ。